第5位、第5位は自由形ですね。はい、こういう種目は、まあ、最下位にはなってしまいますけども、まあ、現代ではあまり日本人選手は活躍できてない種目ではありますね。はい、まあ、ざっと過去を振り返ってみると、1972年から現代まで振り返ってみると、男子に関しては、長距離も短距離もですね、メダルは取れてません。という状況になります。ただ、昔に関しては、ですね、1932年、宮崎選手という選手が一振りで、なんと、オリンピック金を取ってます。そして、その年、北村選手という選手が、男子1500でも金を取ってます。というふうにですね、実は過去を見てみると、長距離、短距離ともに自由形で日本人選手が活躍してたっていう過去が実はあるんですよね。そう思うとすごいですよね。で、まあ最近で言いますと、まあ有名なのが柴田愛選手ですね。柴田愛選手が8振りで金メダルをアテネオリンピックで取ってます。というふうにですね、実は昔を見てみるとちょいちょい活躍選手はいるんですね。まあにしてもやっぱりね、自由形って本当体の大きさ、とかパワーとかがもうめちゃくちゃ直結する種目なんで、まあその他の外国人のでかい選手に比べるとちょっと活躍するの難しい種目ではありますけどもね。ただ現代見てみると、まあ、ジュニア選手で非常に活躍が期待できる選手が出てきてますんで、これはもう楽しみとしか言いようがありませんね。第4位は背泳ぎですね。はい、この種目もですね、結構日本人選手活躍してるんですよ。まあ一番皆さんが古いけど知ってる選手といえば、鈴木大地選手が過去1バックで金を取っておりますよね。あのバサロン泳法は非常に感激でしたね。びっくりしました。はい、そして女子もですね、まあ中村舞選手という選手が1バックで、銀を取ってます。寺川綾選手も1バックで銅を取ってますし、中村玲子選手が2バックで銅を取ってます。で、皆さん大好き、入江陵介選手も、はい、もう皆さん知ってますよね。非常に有名な選手でございますけども、オリンピックでメダルを何個も取っております。というふうに、まあ、現代、2022年現在では、あまりバックで活躍できてる選手、世界で活躍できてる選手はいないんですけども、過去を見てみると結構いる状況ですね。はい。まあ、男子に関してましても、女子に関してましても、最近ね、日本人のトップ選手を上回るような泳ぎを見せてくれそうなジュニア選手が出てきてますんで、この種目も、将来に期待ができる種目と言ってもいいと思います。第3位は、平泳ぎですね。はい。この種目はね、まあ、平泳ぎはね、本当僕が、小学校、中学校ぐらいの時であれば、この種目は第1位でした。ただ、現代を見てみると、まあ、第3位かなって感じですね。昔で言いますとですね、鈴木聡美選手であったり、金戸理恵選手がオリンピックでメダルを取ってますね。まあ、岩崎恭子選手も皆さん知ってますよね。有名な選手です。日本人男子で言いますと、本当にね、世界記録保持者が日本人過去3人いますから、これは非常にすごいことですよね。はい。この種目は本当にね、一番すごいのはやっぱ北島康介選手ですよね。北島康介選手が過去オリンピック2種目2連覇を果たしてますから、これに関してはもう本当に日本人の代表する誇らしい選手ですよね。はい。この種目は第3位ですね。現代で言うと第3位です。やっぱりね、最近1ブレも2ブレもどっちもかなりスピードが上がってきてて、スピードが非常に上がっててね、それにね、ちょっと対応できるのが難しいんですよね。やっぱりパワーのある外国人選手に対応するのが難しい状況ですけども、はい、この種目もね、日本人選手得意ですから、ぜひぜひ今後頑張ってほしいですね。はい。第2位がバタフライでございます。この種目本当に強いよね。日本人選手は2バタで、基本的に最近のオリンピックでは男子女子どっちかがメダルを取ってきてるような印象があります。本当に強い。女子で言うと中西優子選手、星夏美選手が過去2バタでオリンピック取ってますよね。男子でも一番最近で言いますと本田選手が記憶に新しいですよね。一バタでもね、最近水沼選手が非常に速いタイムで来たりするし、本当にね、
すごいです、バタフライは。最近、そのバタフライイコールパワーって思ってましたけども、実は日本人選手の気合でなんとかなってるんですよね。酒井選手、増田選手、山本選手といったふうに、どこかで日本人選手がメダルを取ってきてる印象がありますね。最近女子の大学生が本当にバタフライ強いんで、その辺の活躍も今後楽しみですね。はい。番外編はリレーです。リレーってね、日本人、メドレーリレーとか、地味に強いんですよ。うん。個人というか、個人の力が、まあ、100メートル種目で優勝してる選手がいないにもかかわらず、メダル取ってきてる選手がいないにもかかわらず、リレーになると、本当にね、日本人やっぱり平均的に全員強いんで、決勝に残ってこれるんですよね。8系でもね、メダルを取ってる過去があるんで、本当にこれは誇らしいことやったと思います。リレーが強い日本人っていうのはね、本当に日本人選手とね、かっこいいですよね。うん。個人のパワーで負けてても、リレーでは平均のタイムで勝負するんでね、これで勝てるっていうのは非常にすごいですよね。第1位は、本命です。個人メドレー。個人メドレーは本当にね、今、現在、世界で本当に一番強いと思う。日本人が。すごい強い選手の枚数がもう人数がめっちゃ多い。日本人今。特に大学生、高校生の、だから全部かな。中学生、高校生、大学生。特に男子だね。男子の個人メドレーの層が本当に厚い。今。超強い。だから、今本当にトップ選手、まあ瀬戸選手とかですかね。抜けても全然大丈夫というか、まあ、任せれるような選手が非常に多いんですよ。女子に関しても、成田選手っていう、まあ、現在最強の選手がいますから、本当にね、今、日本人の個人メドレーが熱いです。超強いです。で、まあ、なんでかというと、本当にね、萩野くん、瀬戸くんの功績が本当にでかい。萩野くん、瀬戸くんが活躍してくれたおかげ、で、下あたりで、本当に日本人選手が、個人メドレーに取り組む選手が多くなって、強い選手が増えてきてる。これ本当にすごいこと。まあ、北島選手が平泳ぎで活躍した後に、平泳ぎを泳ぐ選手が増えたみたいに、萩野くん、瀬戸くんのおかげで、コンメの選手が非常に増えて、今、その恩恵を受けてます。めちゃくちゃ強いです、今。これ本当に楽しいよね。はい、今回以上でございます。まあね、今、現段階での、現代、2022年、現代での、種目の日本人が強い種目をざっと並べてみました。個人メドレーに関しては本当にもうすごい。はい。日本で個人メドレー優勝すれば、世界でメダルを取れるっていうような位置ですから、今。本当にこれは楽しみですね。今回以上です。あしゃっ。